タイ・バンコク近郊で切断された男性の遺体が見つかりました。警察は日本人2人が関わった事件とみて調べています。近所の子どもたちが遊んでいたところ、この辺りで切断された腕を見つけたということです。タイ警察によりますと、首都バンコク近郊のノンタブリー県で19日、男性の遺体の一部が切断された状態で見つかりました。男性は何者かに殺害されたとみられ、23日には数百メートル離れた草むらで頭蓋骨も見つかったということです。警察は日本人の男2人が関与した事件とみて詳しく調べています。2人を車で現場まで送り届けたタイ人は、被害者は日本人だと説明しているということです。